はいどうも、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。本日はドラゴンクエスト 11S 過ぎ去りし時を求めて第41回目をプレイしていきたいと思います。過去の動画まだ見ていない方はですね、そちらの方をチェックしていただいた上で今回の動画も楽しんでいただければなと思います。よろしくお願いいたします。さあ、前回ローの追加ストーリーが終わりまして、海底王国ムーレアからスタートになっています。これ主人公ですよね。なんかめちゃくちゃ可愛いお魚さんになっているんですけど、さあ何をすればいいんだろうか。はあ、おお、目覚めた、目覚めおった。勇者様がお目覚めじゃ。一時はエラ、皮膚ともに呼吸停止、ピクリとも動かんかったというに、まさに奇跡、女王様に報告じゃ。なんか以前ここ来た時にさ、お魚、なんかサメみたいなやつがお店開いてたんだけど、言葉が通じないって出てたんですよね。今だったら通じるのかな。相変わらず人造人間18号。これもうこれがマックスなんだ、移動速度遅っ。さあ、この美人な人に上に上げてもらいましょうか。勇者がお目覚めになったのね。こうしてはいられない。時は満ちましたわ。陛下。大丈夫よ。私にはまだやることがある。それまでは。陛下死んじゃうの？あら、おはよう。その姿とってもお似合いよ。いつにも増して可愛らしいわ。傷はだいぶ癒えたようですね。王国の民があなたを運んできた時にはナンパ船みたいにボロボロだったのですよ。顔ちけえな。魔王はあなたを死んだものと思っていました。私は魔王の目を欺くためにあなたを魚の姿に変えていたのです。あれからもう数ヶ月になるかしら。私の魔法で魚の姿になったあなたは今までこんこんと眠り続けていたわ。傷が完全に癒えればやがて人間の姿に戻れるでしょう。それまで無理は禁物ですよ。これであなたも釣られるお魚の気持ちがわかるかもですね。いやー、美人ですね。デコ出しキャラそんな可愛いと思わないけど、やっぱね、美人な人物が 11S 多いですね。このグラフィックの良好さも聞きたいことがたくさん。マシマシですが、そんな顔をしていますね。あなたが挑んだあの戦いのこと、共に戦ったお仲間のこと、私は全てを見ていました。
すべてを受け入れる覚悟ができたら、私についてきなさい。うん。どこ行けばいいんだ。この人今どこ行ったの。ここか。魚。いや、操作がしづらいこれ。かわいい。女王様はこの先守り人の海であなたを待っています。もう行っちゃおっか。なんかこの魚の姿でムーレア王国探訪したかったけど、時間かかりそうなんで。え、マジでこれ以上ダッシュできないんだ。人間を連れてきたのは何百年ぶりかしら。ここは森人の海、海底の王たる者だけが立ち入ることを許された海。これは王家に伝わる千里の真珠。川や湖、一滴の朝露、あらゆる水に魂を乗せて地上の様子を見ることができる秘宝です。地上にこっそり雨を降らせました。今ならこの雨を通じて世界を見ることができるでしょう。もう万能すぎでしょう、セレンさん。さあ、準備はいいですか。今世界はどうなっているのか、千里の真珠に触れるのです。これを見ればいいのかな。世界を見るって結局滅ぼされてる系の状態ってことですよね。街に活気がなくなったりとか。うん。これが今のロトゼタシアの姿。あなたが魔王ウルノーガに挑んだあの日、世界は死んだのです。熱を帯びた猛烈な爆風が世界を駆け抜け、草木を焼き払い、水を干上がらせた。なんかナメック星みたいだな。空からは燃え盛る大岩が降り注ぎ、山脈を崩し大地を砕いた。魔王ウルノーガは多くの命を一瞬にして奪い去ったのです。絶望が新たに生み出すものは悲しみだけ。私は全てを見ていました。しかしどうすることもできなかった。なんだ？なになになに？死んでんじゃんみんな、やば。死んでるんですよね。うわ、悲惨だな。これは怖いよね。これぐらいの子が教会入ってきたらみんな死んでんだもんね。誰か助けて。そこに誰かいるの。助けて。
誰だ、誰だよ、え、勇者じゃない誰かですよね今の。お、生足。もう帰る家もね、家族もいねえ。だけど命がまだあるじゃねえか。それなら歩け、歩き続けろ。そうよ、英雄についていきましょう。デルカダールの南に最後の砦があるの。あそこなら私たちを守り助けてくださるわ。英雄ってまさか腰振り騎士か。クレラップおばさん、諦めるな。英雄は僕たちを見捨てない。最後の砦に行けば何かが変わる。絶望してはいけない、生きるんだ。歩け、歩き続けろ。デルカダールの南に最後の砦がある。絶望の中にも希望は残っています。この世界のどこかに彼のような希望の炎をいくつか感じます。いや、ベロニカとセーニャは。しかし、その炎も今消えようとしている。誰かが灯してやらなくては。それは他でもないあなたの役目。世界の意志たる命の大樹は地に落ちました。そして今世界を滑るのは悪しき天空魔城に住まう魔王ウルノーガ。なんか天空にあるお城だとやっぱ今までのドラクエシリーズだと聖なる感じがまああったんだけど、今作ではなんかあれなんですね、魔物系のお城が天空にあるということですか。魔王は命の大樹の魂を吸い取るだけでは飽き足らず、この世のすべての命を摘み取り悪しき力に変えようとしているのです。あれをご覧なさい。あれは私たち海底の民の命を狙う魔王ウルノーガの手のものです。海底王国は私が作った結界で魔王の目を欺き難を逃れてきましたけれど、それももう限界です。魔王の力は私の力をはるかにしのぎます。だからさっき苦しそうだったのか。間もなく結界は砕け、海底王国は魔物に飲み込まれることでしょう。そんな杖ばっか使っちゃダメでしょ、今休んでないと。もうあまり時間がありません。王国へ戻りましょう。これ海外のゲームみたいにスティック押し込みで、あれか、進んだりしない？もっと早く。ダメだ、オートランなんだ。ニューレア、ん？でどうすればいいの？お願いします。実はまだ起きて数分しか経っていないんで、めちゃくちゃ眠い中やっておりますので、今回も相も変わらずテンションが低い。
女王のもとへ行こう。どこだよ、女王のもとってね。なんか人集まってる。人じゃねえや、魚か。みんなはこの状況分かってないのか。不思議な人。あれほどの世界の惨状を目にしても、その瞳に浮かぶ光は消えてはいませんね。これまで多くの災いがあなたに襲いかかってきました。しかしその災いを幾度となく打ち砕き、多くの命を奪ったあの破滅の最中にいながらも、あなたはこうして生きています。そう、それは未だあなたが魔王と戦う運命の中にあると、大樹が告げているのやもしれません。勇者よ、世界に再び光をもたらすために希望の炎を灯しなさい。希望の炎はあなたの仲間たちと共にある。あなたの仲間たちに宿るその炎が照らす先に、歩むべき正しい道が示されるでしょう。すべては大樹の導きの。来たか。見ろ、結界が。ウルノーガはせっかちなのね。別れの言葉も言わせてくれないなんて。いや、なんかもしかしてこいつ命を賭して前を向きなさい。振り返ってはなりません。勇者とは。勇者とは最後まで決して諦めないもののことです。やば、これ追加ストーリーってことは、もともと追加ストーリーなかったんだから見れなかったストーリーなんですよね。ってことは追加ストーリーのところがないまま飛び飛びで飛んじゃうわけだから、もう世界が滅んだ時にはなんで女王様がいないとかもわからなかったってことですよね。いや、なんか王国なんだからもっと兵士とかいないの。魚の海底王国の民どもよ、その命魔王様のためもらい受ける。見た目の割に結構知的な喋り方なんだろうね。えげつないストーリーだなー。釣り針。エビを食べますか。まあこうね、釣り針がこう口の中刺さっても魚は痛覚ないんでね、痛くないんですよね。お、一人オナニー系ガチムチハゲ親父。しこってる。しこる。お、しこってる、しこってる。こいつはでかいぞ。まさか伝説の人食い王マグロか。負けねえぞ。俺は海の男アラーニ。
違ったぞ。これは大物だ。世界が破滅したって言ったって生きてりゃいいことがあるってもんよ。この人よくこんな暗い海で一人でこんなボロい船乗ってたね。おお、なぬ人？おい、あーちゃん、どっから乗ってきやがった。いくら腹が減ったって魚の餌を横取りするやつがあるかよ。一体何があったってんだ。おい、あーちゃん、泣いてんのかい。何が何だか分からんが、深いわけがあるみてえだな。え、アラーニさん意外といい人。よし、困ってるやつは放っておかねえ。それが海の男ってもんだ。あんちゃん、ひとまず俺の小屋に来て一晩休んでいけよ。こんなご時世だ、安全な場所はどこにもねえ。けどな、あそこなら最後の砦なら力になってくれるかもしれねえぜ。あそこには英雄がいる。俺たちの希望だ。腰振り騎士、あいつと組むの俺。さあ、そうと決まればさっさと執行だ。あんちゃん、しっかり捕まってろよ。こっから先は海が荒れるぞ。また一人犠牲になったんだな。あ、トロフィーもゲットした。なんか全体を通して暗い展開が続いてますね。あれ、もしかしてここってさ、デルカコスタ、あ、デルカコスタで俺がここでオナニーしてるぞあいつって言った人の船着き場だ、ここ。なるほど、なるほど。ちょっと一度人寝入りしろってことかな？少し汗臭いが寝ても、昼間にならないんだ。やば。いやー、でもようやくこの背中に太刀を背負いね、冒険できるようになったぞ。もうあんちゃん、お目覚めかい。しかし嫌になるよな、もう朝だってのにまるで夜みてえに真っ暗だ。なんだよあんちゃん、知らねえのかい。あそこを見てみなよ、あの不気味な闇は。おっかねえ爆発が起きた日にネルカダールっつう国の城から突然湧いて出たって話でな。それ以来あの闇が空を覆っちまって、この大陸に住む俺たちはお天道さんの顔を見ていないってわけよ。まあ実際そんなことあったら寒くて死んじゃいますよね。まずい、隠れろ。だから太陽が3日間出なかっただけで、人口のなんだか何分のなんだかはもう死ぬらしいですからね、大半が。ふう、危ねえ危ねえ。奴らはな、闇と一緒に城から湧いて出た得体の知れねえ魔物どもだ。ち、奴らめ、腹をすかしてこんなところまで出てきやがったか。いつまでもここに隠れてるわけにいかねえな。面倒見てやりたかったが、この小屋で食料を調達すんのが俺の仕事でな。悪いがここを離れられん。だがな、あんちゃんは一刻も早くもっと安全な最後の砦に行った方がいい。あそこには俺たちの希望、英雄がいるからな。あんちゃんを守ってくれるはずだ。ここから西に行くと医師の大滝がある。最後の砦はそこを抜ければすぐだ。気をつけて、また会おうな、あんちゃん。
いや、ラーニさん、めっちゃいいキャラじゃん。なんか、どうでもいいモブキャラだと思ってたけど。ヨッチへ。ヨッチ村にいるクルッチのおじっち、命の大事がなくなった後、勇者様の行方がわからなくなった。ずっと探していったち。こんな大変な時に申し訳ないけど、引き続き、ヨッチ族の使命を果たすお手伝いをしてほしいっち。じゃあ、ヨッチ村に行きたくなったら。そうなんだ。まさかスライムがあんなに強くなるとは？いいじゃん。強い方がいいですよ。覇者の剣とかか。ホワイトシールド。あれ、俺ホワイトシールド持ってなかったんだ。ホワイトシールドは装備しましょうか。よし。あ、そうだ、俺バカだ。そういうことか。俺、両手剣使ってるから、装備できねえんだ、シールドは。もう、うろうろうろ。ああ、バカだったな、俺。今の。超無駄コスト。ちょっとここら辺戦っておきたいけど、動画的にあと10分ぐらいでまた、あれなので、終わろうと思うぐらいなので、カルゴンとかいますね。あ、でも逃げてくのね。いや、レベル高いからね、こっちは。いや、やっと主人公使えるわ。やっとですね。よし、じゃあ、まあ、キャンプも見たことだし、西って言ってたよね。ってことは、左に行けってことですから。ここら辺のやつ、これなんだ、リビングデッド？まあいいや。あ、なんか見たことないんじゃない？こいつ。アンデッドマンみたいな。スカルナイト。しかし、敵ではない。なんつったってレベル58だもん。確か58まで上げてるよね。もうこんだけ上げてれば楽勝でしょ。石の滝ってどっちだろう。ようやく面白くなってきたな。ストーリーはね、すごい面白いなって思って今までずっとやってたけど、もう早くね、レベル上げしてんだよね。レベル上げするためにさ、やりたいわけなんですよ。だけど、さ、ね、主人公じゃなきゃ意味ないと思うし、せっかく強い魔物がうようよいる世の中になったんだからね、戦いまくりたいんですよね。っていうか、合ってるかしら、こっちで。南の、南ってことは？もう旅の人だもんね、俺。一時は悪魔の子って言われてたのに。これあれじゃね？ルキー？泣いて、泣いて、泣きやんだらって言ってる？もしかして。石の村はやっぱり滅んだままなんだ。
どうあがいても救われなかったってことですからね。おお、すごい。おい、ちょっと待って、ルキー、もうどこに行ってたの？やばい、俺の嫁じゃん。待ってよ、これ悩むわ。今回サムネどうしよう、誰をメインで出そうか悩むわ。嫁再会、どう？お揃いのバンダナにしてきたよ。ハンフリーともお揃いだけどね。あなたなのね。私よ、幼なじみのエマよ。分かってるよ、忘れもしないよ。おかえり、無事だったのね。ひどい噂ばかり聞いて、私そっちこそ無事だったんだ。マジでルキだと思わなかったな、今びっくりしてる。そうだね、ルキ、こんなに嬉しいのに泣いていたらダメだよね。よし、じゃあ早速そのテントの方で一発どうかな。本当にお帰りなさい。いや、ありがとう。まあとりあえず一発。私たちの村ずいぶん変わってしまったでしょ。あなたがお城に旅立ってすぐにホメロスという名の将軍がやってきたの。ホメロス様が？血の通わない冷たい目をしたホメロスは私たちを村の広場に集めて兵士たちに命じたわ。皆殺しだと。でも私たちは生きてる。あの方が命まで奪う必要はないとホメロスを止めてくださったから。え、どういうこと？あの方って誰やね。村は焼かれお城に閉じ込められたけれど、あの方はとても親切だったわ。誰も私たちを傷つけなかったし。あの方ってさあ、なんとなく今俺の頭の中にいるけど一人ごめんごめん、長旅で疲れているもんね。おしゃべりは後、まずは体を休めなきゃ。ホメロスと対等に会話できるなんてあいつしかいないじゃん。それに誰よりもあなたの帰りを待っている人がいるわ。さあ私についてきて。まあそれも誰かわかるわ。やべえ、めっちゃ嬉しい。エマ生きてたんだ。エマワトソン、お揃いのバンダナね。これから俺のパーティーに入ってくれるってこと？薬草無限持ち。こっちよ。出たー。さあみんな、ちゃっちゃか手を動かして。チャンバラは男どもに任せな。私たちの戦場はここだよ。首が座ってんな、相変わらず。いたいた、おばさま、大ニュース、大ニュースよ。前から思ってたけど、その帽子何なの？あら、エマちゃん。俺も欲しいわ。そんなに慌ててどうしたんだい？驚かないでね、おばさま。ほら、あそこを見て。よし。まさか、あんたは。よく無事でいてくれたね。それはもう恐ろしいことばかり起きて、私はてっきり。なんか食ってんの？あの爆発で大勢の人が亡くなったの。次に朝が来なくなり、恐ろしい魔物が大陸中にあふれかえったわ。生き残った人たちもだんだんと生きる力をなくしていったの。そんな時だ、あの方が私らの前に現れた。
彼は身分も国も関係なく困った人をみんな助けてくれてね、私らを魔物から守りながらこの村に連れてきてくれたんだ。あの方がいなかったらどうなっていたか。今じゃこの村は最後の砦なんて呼ばれて、大陸中の人々が集まっているのさ。なんかバイオハザードみたいですね。それになんとあのデルカダローもいらしてるんだよ。あいつドクターゲロに似てるよ。単なるおっさんや。あらあら、そんな顔するもんじゃないよ。村を焼かれたことは忘れられないさ。でもね、人を恨んだって仕方ない。どんだけ寛大なんだよ。まあすぐにとは言わないけど、あんたは王様に会いに行くべきだ。おじいちゃんならきっとそう言うさ。デルカダール王のテントは砦の中央にあるよ。入り口にある2本の旗が目印だ。行っといで。でもね、喧嘩はするんじゃないよ。いやー、この続き気になるな。おう、ぶっ飛ばす。操られてたとはいえね、操られてたこと自体やつに問題ありきでしょう。よし、じゃセーブして今日は一度ここで終わりますね。この続きも非常に気になるところではございますが、教会も2種類ぐらいあるんだ。いや、空見ても変わんねえし。曲も変わんねえし。よし、では、今回一度ここで終わります。次回もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。